名古屋グランパス8は、日本の名古屋市、豊田市を中心とする愛知県全域をホームタウンと、する、日本プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。J リーグ創設当初からのチーム、オリジナル10の一つ。故障は、名古屋グランパスである。豊田自動車工業サッカー部が母体であり、1991年の J リーグ発足時に加盟した10チームの一つ。 ホームスタジアムは、トヨタスタジアム及びパロマ、水穂スタジアム。練習場は、トヨタスポーツセンター第1グラウンドである。なお、パロマ、水穂スタジアムは、2021年から、改修工事のために休場するため、2021年シーズン以降、しばらくは、トヨタスタジアムのみ、ホームスタジアムとなる。ホームタウンは、名古屋市。 豊田市を中心に愛知県全域としている。チーム名のグランパスは英語でシャチ、エイトは名古屋市の市相丸に8から来ており、末広がりを表す。公式にはこのチーム名は名古屋市による命名としているが、エイトの部分は豊田昭一郎が豊田のカタカナの総格数が8であることから命名したという。なお、 2008年シーズンより故障を名古屋グランパスへ変更したが、中日新聞は1チーム11名のサッカーのチーム名に8がつくことのアンバランスさを解消すること、リーグ戦では8位前後が多いため、そのイメージを払拭することを理由に挙げている。チームロゴは発足より筆記体のグランパスに上下にそれぞれ名古屋、トが組まれるスタイルが取られていたが、 2017年より2段組の名古屋グランパスとなり、フォントはエンブレムに使われているものをベースとしている。名古屋グランパス専用用具社、プロリーグ設立委員会から話を持ちかけられた当初、トヨタ自動車は先行きに見通しが立ちにくいと、J リーグ参加には難色を示し、1990年5月に不参加を決定した。それに対し、 プロリーグ設立委員会は、名古屋に、チームがなければ、リーグが盛り上がらないと説得し、県協会を使っての署名活動や、地元メディアと連携し、J リーグ加盟を取り付けたという。トヨタの参加表明は、不参加決定を発表してから7ヶ月後、同年12月のことだった。なお、プロとして活動する選手を、グランパス8に、 またグランパス8に参加せずに車業に専念する選手を静岡県裾野市にあるトヨタ自動車東富士 FC にそれぞれ移籍させた。地域密着を理念とした加入条件にチーム名に企業名を付けないがあったがトヨタはどうせやるならトヨタのとの字も出すなとチームに企業職を全く出さなかったために協会から小さくてもいいから 自社の証であるものをユニフォームに入れてくれないと広告宣伝費として認められないと悟される。そのため、トヨタがソデスポンサーから胸スポンサーに移動する2001年までは胸にチームロゴを入れていた。J リーグ発足に向けた補強の目玉として1991年にはディエゴ・マラドーナの獲得がほぼ決まっていた。あとは、 トヨタ自動車の決定を待つのみという状態であったが、マラドーナのコカイン使用疑惑によって白紙撤回され、その代わりとして1992年にスキャンダルのないクリーンなイメージのゲリー・リネカーを獲得した。その後、海外合宿を経て迎えた初試合は8月1日のブラジルコリンチャンスとの親善試合であった。 1992年 J リーグのプレマッチとして行われた J リーグカップはジョルジーニョ、小倉隆史、森山康幸、中西哲夫、岡山哲也らが活躍。中でも小倉は5得点を決め、3位の成績を収めた。なお、この年の天皇杯では、翌年の J リーグ参加が決定していた10チームの中で唯一1回戦で敗退した。 1993年、ハンスオフとの助言を受けた、小倉隆史はオランダへ留学した。5月2日のプレシーズンマッチ SS ラツヨ戦では、浅野哲也とリネカーのゴールによって、日本のクラブチームとして、初めてセリエ A のチームに勝利した。5月16日に J リーグ開幕戦を迎え、鹿島アントラーズに、ジーコのハットトリックを喫するなど0から5で敗れる。 5月19日の第2節で、浦和レッドダイヤモンズを相手に初勝利、チーム初得点は森山康幸であった。序盤は勝利数が先行するも、7月には敗戦数が勝利数を上回る借金生活となる。司令塔のジョルジーニョ頼みで、チーム戦術も乏しく、期待された、リネカーも怪我勝ちで7試合に出場して1得点で、終わり。 チーム成績も低迷した。サントリーステージ9位、ニコスステージ8位、年間総合9位。山崎ナビスコカップはグループリーグ4位で敗退。天皇杯は準々決勝敗退。1994年リーグ創設1年目の成績を打破すべくミルンを監督に迎えるが、前年以上の低迷を強いられた。小倉をボランチに、沢入りを。 センターバックにコンバートすることを試みるが、相次いで失敗。自陣ペナルティエリアに5から7人の守備を配する、通称赤い団子作戦も取られた。成績は振るわずシーズン終了を待たずに、ミルンの代任はほぼ決定的となり、11月にはミルンに休養を与え、残りの試合は、三浦哲郎が監督代行として指揮した。次期監督には、 フースヒディンクなどの名前も挙げられたが契約には至らず、12月9日にようやくアーセン・ベンゲルが新監督に決定する。リネカーはファーストステージを全休。7月にはストイコビッチが加入するが、リネカーの1年半の成績から、ストイコビッチも当初は懐疑的な目で見られることも多かった。事実、ストイコビッチ自身のコンディションは整っていなかったため、 思うような活躍はできなかったが、豪雨の中で行われた9月17日、ジェフユナイテッド市原戦でのリフティングドリブルといった卓越したテクニックは健在であった。当初ストイコビッチは半年の予定で来日したが、公認監督にベンゲルが決定したことを受けて契約を更新した。一方でリネカーは、セカンドステージに入ってもコンディションが戻らず、 最終的に11試合に出場して3得点という結果でシーズン末での引退を決断した。サントリーシリーズ8位、ニコスシリーズは最下位、年間総合11位。J リーグ新加入の岩田、平塚より下位で、かつ前年と同じ顔ぶれであった名古屋、浦和、G 大阪の3チームは、J リーグのお荷物と揶揄された。山崎ナビスコカップは1回戦敗退。 天皇杯は2回戦敗退。1995年新監督に就任したベンゲルにはチーム構成の全権が与えられた。ヘッドコーチにはボロー・プリモラツを迎え在籍する外国籍選手はストイコビッチ以外が入れ替えられた。ベンゲルは中盤の4人がフラットに並ぶ4から4から2を採用したゾーンディフェンスに加え、 プレッシングと攻守の素早い攻守の切り替えといった組織的な戦術を徹底していった。これは当時のヨーロッパではスタンダードな戦術の一つであったが発足間もない J リーグでは斬新であった。約束時の多い組織的な守備面に対して攻撃面ではベンゲルは細かな指示はせず選手自らが選択するようなトレーニングメニューが組まれるに止まった。 攻撃のキーマンにはストイコビッチが据えられ、少し引き気味のポジションから攻撃をコントロールした。もともと代表クラスの選手を抱えながら、最下位争いで自信を失っていたチームに対し、ベンゲルは常に長所だけを生かすようにするという勝者の精神を植え付けていった。初戦の3月18日ガンバ大阪戦では、 飯島とストイコビッチが退場するなど、1から3の完敗を喫する。序盤はベンゲルが、選手の最適なポジションについて、試行錯誤していたこともあり、第8節終了時点で4連敗を含む1勝7敗の最下位に沈む。開幕8試合のスタメンで、センターバックに7人が名を連ねた、守備陣以上に、交付調の波が大きい不安定な攻撃陣が、 問題でアドバイスを求めた選手たちにベンゲルはパスは未来に向かって出せなどとアドバイスしたエピソードも残る。第9節の勝利で最下位を脱するもその後は勝利と敗北を繰り返すなど安定しなかった。5月までの16試合すべての試合で異なるスタメンが試され6勝10敗の12位で中断期間に入る。中断期間に フランス合宿を行い戦術面の整理が行われ、リーグ戦が再開すると、大岩強が、センターバックにコンバートされスタメン定着、デューリックスが中央に移ることで攻守において安定する。リーグ再開初戦、6月17日の第17節で、ベルマーレ・ヒラツカに延長ビーゴール戦のスエッセリ勝と、7月8日の第22節でカシマ・アントラーズに勝利するまで7。 連勝。7月12日の第23節で、ベルディ川崎に1-2で敗れて、連勝は止まるが、この試合では、誤審をめぐって、飯島、ストイコビッチトーレスが警告、ベンチの中西が退場処分、コーチのプリモラツが退席処分を受ける。累積による、出場停止を含めて、主力4人を欠いて、翌24節に臨むが、 若手の起用などで2から1で勝利し、残り3試合を連勝で終える。サントリーシリーズ4位。8月12日のニコスシリーズ開幕戦を前に、大怪我で、長期離脱していた小倉が、スタメンに復帰する。開幕から4連勝するが、その後は、夏の暑さに加えて、過密日程による疲労、さらにチーム全体が連動する運動量の多い、戦術による、 肉体的負担などから失速し、終始終位争いを続けるもの,の優勝は果たせなかった。ニコスシリーズ2位。年間総合3位。チームで初めてストイコビッチが、リーグ MVP、ベンゲルが最優秀監督の個人タイトルを獲得する。天皇杯では、クラブ史上初めて決勝に進出。小倉、平野のゴールによりサンフレッチェ広島を3から0で、下して優勝。 チーム初のタイトルを獲得した。1996年2月の代表合宿に参加していたオブラが大怪我を追い長期離脱を余儀なくされる。3月9日には前年の天皇杯優勝チームとしてゼロックススーパーカップに出場し、リーグ戦優勝の横浜マリノスを2-0で破り1995年の年間王者となった。この年のリーグ戦は、 前後半の区分がない一シーズン制で開催された。グランパスは開幕から4連勝を挙げるが、その頃には、小倉の穴は、ルーキーの福田、餅月が埋めつつあった。前半日程最後の第15節までを10勝5敗で終え、山崎ナビスコカップの集中開催期間を経て7月初旬から、苫小牧でキャンプを行った。そのキャンプの最中にベンゲルは、 アーセナル FC からオファーが来ていることをグランパス側に伝え8月に入るとロンドンでは監督就任が決定的との報道もあったがベンゲル自身はこの時点では挙集に関して明言は避けていた8月に後半日程が始まるとご連勝その4戦目直後の9月15日に記者会見が行われ9月28日の第21節を最後に ベンゲルが退任し、後任に、ケイロスがつくことも発表された。第21説は、カシワレーソル戦は延長 V ゴール戦の末競り負けるが、ベンゲルは、その瞬間ベンチの前で呆然と立ち尽くしていた。こうしてベンゲルはグランパスを去ったが、優勝争いを演じる中での監督交代の、ダメージは承知しており、うまくいくように右腕のプリモラツが、 年内はグランパスに残るよう取り計らわれた。ケイロスが就任するまでの3試合は、コーチのジョゼアルベルト・コスタが、監督代行を務めた。最終成績は2位。リーグ戦2位の成績により、サントリーカップチャンピオンファイナルに進出。1回戦で、清水エスパルスを下し、決勝でカシマ・アントラーズに勝利して、年間王者となった。11月には、 アジアカップウィナーズカップに出場し準優勝。山崎ナビスコカップはグループリーグ7位で敗退。天皇杯は3回戦敗退。1997年前年度の年間王者として3話バンクカップへ出場。MLS カップ優勝の DC ユナイテッドに勝利した。3月には小倉が再手術を受け、長期離脱を余儀なくされる。リーグ戦では、 ファーストステージ12位、セカンドステージ5位、年間総合9位と低迷。山崎ナビスコカップは準決勝進出するが、天皇杯は初戦で東京ガスサッカー部に敗れるなど浮き沈みの大きい年であった。不審の原因として、ケイロスのやり方が前任のベンゲルとは正反対の法院主義であったことが挙げられ、2000年に、 解雇されることになる3選手の問題の原因を作ったとも指摘される。シーズン終了後の11月、ケイロスは解任される。なお、ケイロス以後、優勝受け追い人とされる監督を招いては、結果が出ずに短期間で解任する期間が続くが、ベンゲル時代に優勝間際まで迫った結果から、ファンやスポンサーの意識が優勝に向いてしまい、 短期的な対応に終始してしまったと後年に、クラブ幹部が帰り見ている。さらにサッカークラブというより、トヨタの子会社で、クラブとしてのビジョンも定まっていなかった、プロのクラブになりきれていなかったとしている。この体質は、クラブ運営に精通した、福島よしひろが副社長、久米和ずが、GM に就任する2008年頃まで続くことになる。またそれまでの間、 成績についても、優勝争いにも、広角争いにもかかわらず、万年注意と揶揄される。1998年前年までコーチを務めた田中隆が、カルロス・ケイロスの後任として、監督に昇格する。4月16日の第6節でアビスパ福岡に2から1で勝利し、通算100勝目を達成。負けが、 最大30に先行していた状況を巻き返し、通算200試合目で、ちょうど5部の成績となった。ファーストステージ3位、セカンドステージ6位、年間総合5位。山崎ナビスコカップは、グループリーグ2位で敗退、天皇杯は準決勝進出。1999年、奈良崎、山口、ロペスの加入により、優勝候補と期待された。 一部の選手と練習態度などをめぐって衝突し、チームの輪を乱して、成績も低迷したとして、リーグ戦開幕直後の4月に、田中隆が監督を解任される。公認に、サンチェスが監督に就任するとやや上向くが、セカンドステージが始まると、再び定調となり、サンチェスを監督から解任。監督代行のマザロッピを経て、9月には、 ジョアンカルロスが監督に就任した。ジョアンカルロス監督就任後は10連勝するなど、持ち直す。ファーストステージは8位。セカンドステージ2位。年間総合4位。山崎ナビスコカップは準決勝進出。天皇杯では2度目の優勝を果たした。2000年ファーストステージは12位。セカンドステージ開始直後の7月5日に、大岩、もち 平野の解雇が発表される。これに関して当時副社長の小宮義雄は、3人は、高い能力を持ちながら、タイマンプレーに加え、秩序や規律を乱す存在だったと理由を説明した。これは、カルロスの強い意向が働いたもので、戦力低下を危惧するストイコビッチなどの主力選手は、彼らの残留を懇願したが、7日に、 社長から3人の放出が正式に発表された。こうした動揺から、成績も振るわず、セカンドステージは7位、年間総合9位。山崎ナビスコカップは準決勝進出、天皇杯は4回戦で敗退した。シーズン終了後、2年連続で、チーム最多得点であったロペス・ワグナーに、実質的な引退が打診され、ロペスが、サッカーを知らない人が、 フロントにいると怒りを露にする騒動も起きた。2001年ファーストステージは3位。7月21日の最終節、東京ベルディ1969戦を最後に、ストイコビッチが現役を引退。また、主力選手との確執を理由に、カルロスが監督解任される。セカンドステージは6位。年間総合は5位。 山崎ナビスコカップは準決勝進出、天皇杯は3回戦で敗退した。2002年1993年のリーグ開幕から、基本システムとして4から4から2を採用していたが、シーズン途中から3から5から2へと変更した。ファーストステージ3位、セカンドステージ13位、年間総合6位。山崎ナビスコカップは、 グループリーグ3位で敗退、天皇杯は準々決勝進出。2003年2月には、上田茂夢が、テクニカルディレクターに就任した。パナギッチ、大森、小賀によるスリーバックと、中村、吉村のダブルボランチが機能し高い守備力は誇るが、反面得点力は乏しかった。ベルデニックと、フロントとの間に強化方針をめぐった確執が、表面化し、 ファーストステージ終了後に監督交代に至っている。ファーストステージ7位、セカンドステージ8位、年間総合7位。ウェズレイがチーム初の J1 得点王を獲得した。山崎ナビスコカップは準々決勝進出。天皇杯は4回戦で敗退。2004年8月21日のセカンドステージ第2節でジュビロ岩田に勝利し、通算200勝を達成。 ファーストステージ8位、セカンドステージ5位、年間総合は7位。4年連続2桁得点のウェズレーが、当時あるン度が持っていた、外国籍選手の通算得点の記録を更新した。山崎ナビスコカップは準決勝進出、天皇杯は5回戦で敗退。2005年新潟との間で、岡山哲也、海本兄弟、安江学と4県の遺跡が発生。 順位は第8節終了時点で2位であったが、ウェズレーがネルシーニョと自身の起用方法をめぐって対立し4月に対談、ついで5月にマルケスが対談すると下降の一途であった。8月にルイゾンが加入すると6試合で4得点の活躍を見せるが、9月にネルシーニョが解任されるとルイゾンも移籍した。不審から広角争いを演じるが、 最後の2試合を1勝1分で追え J1 残留を決めた。最終成績14位。山崎ナビスコカップはグループリーグ3位で敗退。天皇杯は5回戦で敗退。2006年若手の育成を目指して新監督にフェルフォー戦を迎えるが1月にフェルフォー戦を招いた上田茂夢が TD を解任される。フェルフォー戦が試行するのは バランスオリエンテッドな戦術。守備はゾーンディフェンスを基本として全体のポジショニングバランスを重視し攻撃ではワイドに展開しつつ勝負どころで攻め込むまではリスクを避ける傾向があった。アンカー役の藤田の前に敗されたのは本来は守備的ポジションの金と山口で両サイドにはキープ力のある本田と中村が置かれこの中盤が戦術の肝であった。 フェルフォーセンは選手を役割に当てはめる傾向もあるが、フォワードに求めるポストプレーを担うターゲット役の選手が当時不在であった。スタイルの異なる玉田やディフェンダーの小賀にその役割を求めるが機能せず、得意ではないプレーを求められた玉田は調子を崩してしまう。7月に4戦が加入すると次第に成績も上向くが最終成績は7位。 山崎ナビスコカップはグループリーグ5位で敗退、天皇杯は5回戦で敗退。2007年開幕前にディフェンダー陣の主力が相次いで退団し、開幕戦でスピラールが全治6ヶ月の怪我で長期離脱する。序盤にマスカワ、ヨネヤマも相次いで負傷して欠場し、層の薄さがネックとなったセンターバックには、 株組織から昇格したばかりの吉田がコンバートされる。フォーメーションをフォーバックに切り替えて、キューバをしのぎ、その後も3バックとフォーバックを併用し、サイドのポジションに安倍、小川が抜擢されるなど若手の起用も増えた。開幕4連勝でコースタートを切ったシーズンだったが、2度の3連敗もあり、前半日程終了時点で10位。後半日程が始まっても、 幸福調の波は激しく、8月18日の第21節で、横浜 F マリノスに0の3の惨敗を喫すると一部のサポーターが問題行動を起こすなど亀裂が生じていた。10月10日にフェルフォー戦がシーズン末で退任することが報じられる。公認として、ストイコビッチに監督就任が打診され、10月18日には、 ストイコビッチ本人もグランパス復帰の意向を示すが、その後 J リーグの監督就任に必要なライセンスの未取得が発覚する。グランパスは一度は断念するが、11月中にライセンスを取得する目途が立ったことから再要請、11月27日に仮契約を結び記者会見を行った。最終成績11位、山崎ナビスコカップは、 グループリーグ4位で敗退、天皇杯は5回戦で敗退。2008年この年から故障を名古屋グランパスに変更。この年に新設された GM には、久米和正がついた。新監督に就任したストイコビッチは、ヘッドコーチに、ジュロブスキーを据え、攻撃戦術はストイコビッチが、守備戦術は、ジュロブスキーが担当した。アシスタント地には、 ストイコビッチと同じクラブ OB のハーフナーディドが就任。ストイコビッチの戦術はサイドアタックとゾーンディフェンスの二つの柱を基本とした組織的なパスサッカーで、この年は特にサイドチェンジが大きな効力を発揮した。フラットに近い4から4から2が採用され攻撃の核として期待が寄せられた玉田啓治は 得意なプレーを求められたことで調子を取り戻していった。2節から7節を6連勝するなど最先良い、スタート切りるなどして最終節まで優勝争いを演じ、最終的に3位。初めて ACL の出場権を獲得した。また、8月にはリーグ開幕から10年以上負け続けていた鹿島スタジアムでの初勝利を挙げた。 山崎ナビスコカップは準決勝進出、天皇杯は準々決勝進出。2009年新たにコーチに、クラブオービーの飯島俊久と伊藤雄二が就任。3月22日の第3節で、清水エスパルスに3-1で勝利し、ホームゲーム通算150勝を達成。中断期間前の5月24日までに、ダビは9得点を挙げ、 その時点で得点ランクトップであったものの、ダビ以外の得点は7点にとどまった。この原因の一つとして、昨シーズンに4戦が務めたポストプレーの役割にダビが適合していなかったことが指摘され、サイド攻撃を活かすためのターゲット役の獲得が急がれた。その時点では外国人枠は埋まっていたため AFC 枠で、 獲得可能な選手を調査し、6月21日にオーストラリア国籍のケネディの獲得を発表した。7月にブルザノビッチ、8月にサントスが加入するとブルザノビッチをトップ下に置いた3から5から2が試され、終盤戦の第33節からは翌シーズンにつながる4から3から3が採用されている。守備面では、 バヤリツァの長期離脱が大きく響き、前半戦は常にセンターバックごマ不足の状態が続いた。吉田麻也と増川隆ワ・の二人がほぼ全ての試合に先発出場したが、7月5日の G 大阪戦では、両者を怪我と出場停止で書き、センターバック経験の乏しい竹内明と佐藤が起用された。前半戦から、 学生時代にセンターバック経験のある、牧祐樹の起用も検討されており、後半戦の10月25日の岩田戦では、実際にセンターバックで、先発出場した。最終成績は9位。山崎ナビスコカップは準々決勝進出。天皇杯は、準優勝。ACL は、グループリーグ1位で通過したが、準決勝で、ある伊手波戸に敗退して、ベスト4。 2010年、金崎、トゥーリオ、ダニルソンといった、主戦力になりうる選手を補強。このシーズンから用いたのは、当時の日本では珍しかった4から3から3で、より個人の速さやパワーを活かすことが狙いであった。3トップの中央に、長身のケネディが鎮座し、両サイドの俊敏で、運動量の多い金崎と玉田が、流動的に動いて、チャンスメイクし、 勝負どころではトゥーリオがオーバーラップを試みる攻撃的な布陣であった。守備陣もゴール前に、奈良崎、トゥーリオ、マスカワが並び、中盤は超人的な身体能力のダニルソンが支えた。3月6日の開幕戦でガンバ大阪に2から1で勝利すると、w 杯による中断前までの12試合を7勝1分4敗で終える。 序盤は苦戦したダニルソンだが5月に入ると調子を上げ、アンカーとして定着して存在感を強めていった。7月17日の第13節でリーグが再開すると8月14日の第18節までを5勝1分の無敗で終えて単独首位に浮上する。そのまま一度も首位を明け渡すことなく11月20日の 第31節で湘南ベルマーレに1から0で勝利したことで3試合を残してリーグ戦初優勝を決めたを参照。ベストイレブンにはチーム最多の5人が選出。最優秀監督賞にストイコビッチ MVP に奈良崎聖條が選出され、ケネディが得点王を獲得した。なお、元 J リーガーの最優秀監督賞受賞は、 ギドブッフバルトに続く二人目で、選手としての MVP と両方を獲得したのは、ストイコビッチが初である。奈良崎は、GK として、初めて MVP に選出された。このシーズンの得点は、フォワードのレギュラー3人の合計は3 3に対して、フォワード以外で最も多いトゥーリオが6点、攻撃的ミッドフィールダーで起用された4人は、合計でも8点で、 ここでも、この力に頼っていたことがわかる。山崎ナビスコカップは、グループリーグ6位で敗退、天皇杯は準々決勝進出。2011年リーグ戦開幕に先立って、2月26日の、ゼロックススーパーカップで鹿島アントラーズに勝利し、年間王者となる。3月5日の開幕戦は、横浜 F マリノスと1の1に終わるが、3月11日に、 東日本大震災が発生した影響でその後の試合日程が大幅に組み替えられる。グランパスとしては主力に負傷者が多いチーム事情に加え ACL 出場に伴う移動の疲労などもあり不安定なシーズン序盤となった。ACL グループステージは辛くも2位で突破するが5月25日にラウンド16でスイバラサムスンブルーウィングスに2-0で敗れる。 その時点でリーグ戦は6試合を1勝2分3敗と苦戦していたが悲願であった ACL の敗退で奮起したチームは5月29日の第13節でアビスパ福岡25から2と解消すると8月17日の第9節までの14試合を7連勝を含む10勝4分の無敗で駆け抜ける6月15日の 第15節アルビレックス新潟戦の勝利で通算300勝を達成。このシーズンも開幕から2010年と同じ4から3から3を基本として用いたが、シーズン中盤から中村忠をダニルソンと並べる4から2から3から1を併用している。これによって、この力より連続性のあるプレーが求められ、 こういったプレーを得意とする小川かすみが輝きを取り戻す。当初は試合途中からの変更が多かったが優勝争いを演じた終盤戦は試合開始から4から2から3から1が多かった。小川の副長にチーム全体も連動するように調子を上げ、最終節直前5試合を全勝して2位で最終節を迎える。 12月3日の最終節はアルビレックス2位型に引き分け以上で優勝の可能性があり、グランパスは1から0で勝利するが、首位、柏レイソルも勝利したため勝ち点差1の2位でシーズンを終える。惜しくも優勝を逃したシーズンだったが、この年のグランパスは最強の2位との声もある。また、ストイコビッチは後年のインタビューで、 2011年こそ優勝すべきだったと答え、奈良崎はベストな戦いは2011年、トゥーリオはあのシーズンこそ勝ちたかったと述べている。山崎ナビスコカップは準決勝進出、天皇杯は準々決勝進出。2012年、ダニエルの加入によりスリーバックが検討され、実際シーズン中に何度が使用された。 中村忠の怪我による長期離脱、玉田刑事のコンディション不良など終始主力選手を欠いた状態が続き、中でもケネディがフルシーズン働けなかったことが痛手となった。前年得点王のケネディはチームのポゼッションサッカーの大黒柱であり、長井健介や田口かななどの若手の台頭で戦術変更も考えられたが、ストイコビッチはトゥーリオー。 ケネディの代役にすることを試みる。トゥーリオの得点が増え一見成功したかのように見えたが、結果として前年までの良さを潰してしまう悪循環に陥り、総得点が減るばかりか守備の安定感も失われた。最終成績は7位。山崎ナビスコカップ、天皇杯ともに準々決勝進出。2013年開幕戦には無駄が。 片山進む点以来7年ぶりの新人の開幕スタメン出場を果たした。リーグ戦は序盤からケネディの不調などの要因から6月の中断期間前までの第9節から第13節を16年ぶりとなる後、連敗で終えるなど不安定な展開が続いた。9月14日の第25節で清水エスパルスのラドンチッチのゴールにより、 通算の選手点目を喫する。また、8日の天皇杯で AC 長野パルセイロに初戦で敗れた。10月3日にストイコビッチがシーズン末に契約満了により退任することが発表された。また、慢性化した赤字改善のため、11月22日には安倍翔平と田中俊美学同24日には、 ダニエルと契約延長しない旨が発表された。ストイコビッチ体制下の6年間は優秀な成績を残した一方で若手の育成を妨げたとの指摘もある。トレーニングの方針は選手のコンディション管理に主眼が置かれており、就任した2008年から主力はほぼ固定されていた。優勝した2010年をピークに主力選手のスタミナ面の陰りとともに 成績は加工していき、その間若手選手は練習の内容を、負荷共に不足した状態で、能力格差が広がっていた。事実として、この6年間は、遺跡組が多く出場し、ストイコビッチ体制下で新たに出場機会を得た、若手選手は、長井健介、田口康史、牧祐希、磯村良太の4人のみとごく少数であった。最終成績は11位。 山崎ナビスコカップは、グループリーグ4位で敗退、天皇杯は2回戦で敗退。2014年ディフェンス陣の主力の多くが退団し、ストイコビッチ体制下で、練習の強度不足の若手を起用せざるを得ない。新チームは、久米和政 GM の名優である西野郎に託される。攻撃的なパスサッカーの印象が強い西野であったが、グランパスではまず主力の抜けた。 守備の整備に取り掛かった。再構築されたディフェンスラインは残留したトゥーリオを除いて、本田裕樹田辺亮太、大竹俊といった20代前半の若い選手が並んだ。磯村亮太、矢田明、田口康志らもこの年に大きな成長を遂げ、シーズン終盤には堅守速攻のスタイルを確立した。3月1日の開幕戦では、 清水エスパルスに2-3で敗れるが、大竹春が、グランパスの特別指定選手としては初めて、開幕スターティングメンバーに名を連ねた。第2節から3連勝するが、直後に4連敗するなど安定しなかった。6月には、レアンドロ・ドミンゲスを獲得、攻撃の起爆剤としての期待が寄せられるが、低下していたコンディションに加えて、負傷により満足なプレーができなかった。 最終成績は10位。山崎ナビスコカップはグループリーグ4位で敗退。天皇杯は準々決勝進出。2015年4月、上金社長不在で実質経営トップにあった副社長の福島よしひろが退任することに伴い、GM の久米和正がクラブで初めて豊田出身者以外から代表取締役社長に就任、GM 等を兼任する。 6月に小倉隆が GM 補佐に就任。序盤は2分2敗と最悪のスタートを切ると、そのまま調子が上がらないままファーストステージを終える。奈良崎聖郷を中心とした守備陣は安定感を示したが、攻撃陣は17試合で18得点と振るわず、これが不振の原因と考えられた。セカンドステージ序盤は、 川又健吾の活躍などで5試合で3勝と、良好な出出だしとなるが、8月以降は調子を落とし、守備陣も安定感を欠くようになる。終盤戦はフォーバックに変更して、トゥーリオを前線で起用する戦術も取るが、効果的とは言い難かった。守備が安定すれば、得点に恵まれず、得点が増えると守備が崩壊する、終始噛み合わないシーズンであった。10月4日には、 シーズン末での西野の退任が発表された。西野は選手を過度に信頼しすぎる采配を貫いたとの指摘もあり、その結果として説明不足の監督、指示待ちになってしまう選手という悪循環の構図が生まれていた。しかし、それ以上に就任時点での主力選手が大量流出した戦力不足が致命的で、 チームを再構築しながらの上位進出という難しい要求もあった。若手のレインド不足も足かせとなり、西野が率いた2年間は常時5から10人の負傷者を抱える状態で、特に今シーズンは紅白戦すら満足にできない時期もあった。ファーストステージ9位、セカンドステージ10位、年間総合9位、山崎ナビスコカップは準々決勝進出。 天皇杯は2回戦で敗退。2016年、改革元年と位置づけたシーズンは、小倉隆氏が前例のない GM 県監督に就任して始まった。それに伴い GM を兼任していた久米和正は社長選任となった。チーム編成の全権を委ねられた小倉は明確な査定基準をもって既存選手との交渉に臨むが、その交渉姿勢は、 ビジネスライクで、情を書いた交渉とも受け取られ、トゥーリオをはじめ一部の主力選手の流出を招く結果となる。戦力低下を補う、はずの新加入選手もなかなか決まらず、小川霞などの残留した、主力選手も、危機感を抱いていた。それでも1月15日には新事業とともに、新加入選手も発表され、5人目まで連動する、 サッカーという方針も示された。2月27日の開幕戦でジュビロ岩田に勝利すると勢いづき、シモビッチの高さと長いの速さを活かすカウンター戦術が機能し、結果こそ勝ち負けを繰り返すが、チーム全体はネガティブな雰囲気ではなかった。しかし、小倉自身がそのスタイルを否定したばかりか、5人目まで、 連動する、サッカーを歌って続けられていたトレーニングは、開幕から2ヶ月が過ぎても成果が見られなかった。事実監督1年目の小倉は、戦術の理論体系は確立していたものの、それを選手に伝えて浸透させる手法にかけており、指導者としての経験不足だったと後に指摘されている。現実的なカウンターサッカーで勝ち点を稼ぐが、対策されるとそれも機能せず、 5月4日の第10節で横浜 F マリノスに勝利した後は一勝もできずにファーストステージを終える6月には原子及び第三者割当増資を実施してトヨタ自動車の子会社となった6月28日にはクラブ OB の大森正幸がチーム統括部強化補強担当に就任その後大森は2018年までに編成トップの スポーツダイレクターに就任している。セカンドステージに入っても勝てず、7月30日の第6節、横浜 F マリノス戦からは5バックを採用して、守備の安定を図るが、これは思うような攻撃ができないが、ゆえの最終手段であった。いわば苦肉の守備的サッカーであったが、全く機能せず、8月23日に小倉は、事実上解任される。 後任には、ストイコビッチ体制下で、ヘッドコーチを務めたジュロブスキーがコーチを経て昇格し、トゥーリオの復帰も発表された。小倉が指揮した26試合で勝利は、わずか4つ。監督交代時点で8試合を残して16位。残留権との勝ち点差は7であった。ジュロブスキーはまずチームを、正常な状態に戻すことを試みた。 フィジカル練習不足が指摘された欠点は、長所のポゼッションを高めることで補い、長所を生かすことで、ネガティブに傾いていた選手たちの不安を取り除いていった。するとトゥーリオが復帰した9月10日の第11節でアルビレックス新潟に勝利し、連続未勝利は、クラブワースト記録となる18試合でようやく止まる。続く第12節は、敗れるが、 第13節、第14節は、今季初の連勝で一時は残留圏に浮上した。しかし国際 A マッチデーなどによる3週間の中断により勢いはそがれ、第15節、第16節は1分いっぱいとなり、降格圏の16位で11月3日の最終節、湘南ベルマーレ戦に臨む。他試合を含めた結果から言えば、 引き分けで残留が可能な状況ではあったが、危機感から、冷静さを欠いて攻め急いだ挙句3失点を起死して、敗れ、クラブ史上初の J に降格が決定する。ファーストステージ14位、セカンドステージ15位、年間総合16位。15位のアルビレックスに E 型と、勝ち点差はなく、得失点差での降格で、監督交代後の三勝2分3敗という五分の、 成績を見るに、監督交代が遅きに失した形であった。最終節翌日の11月4日には、降格の責任を取って、久米和正が社長を辞任することを発表。6日には、続投を希望したジュロブスキーの退任が発表。トゥーリオの対談も報じられた。山崎ナビスコカップは、グループステージ6位で敗退。天皇杯は2回戦で敗退。 2017年クラブ創設25周年を J2 で迎えることになる。J2 降格により多くの主力選手が退団したが、一方で遺跡の噂があった田口康氏が残留を発表した。1年での J1 復帰が掲げられ、新監督には風間八博が就任した。風間は楽しく勝つサッカーというコンセプトを掲げ、それまで風間が率いたチームと、 同じく圧倒的に高いボール保持率で相手守備を崩す攻撃とボールを奪われた時に素早く奪い返す攻撃的な守備の二つを軸とした極端に攻撃変調なポゼッション戦術を採用したフォーメーションは3バックと4バックが併用され複数のポジションをこなせる泉隆二や宮原和也が徴用されたメンバーは固定されず 多くの選手を様々なポジションで試した。クラブ初となる J2 開幕戦は2月26日のファジアーの岡山戦。初戦を2から0で勝利すると4月8日の第7節で鎌田マーレ・サヌキに勝利して首位に立つ。その後湘南ベルマーレやアビスパ・福岡と首位争いを演じるが6月3日の第17節で スウェーデン金沢に敗れて、以降は6試合で1勝のみで、一時は7位まで交代する。なお、第16節終了時点では、首位で、結局首位に立ったのはシーズンを通じて、この2回だけであった。折り返しとなる、第21節終了時点で10勝4分7敗、勝ち点34の6位で、自動昇格権である2位の湘南ベルマーレには、勝ち点差9であった。 6月1日には、クラブ OB の中谷雄介が、チーム統括部強化、補強担当に就任。前年に就任した大森と共に、クラブの補強を担当することになる。7月18日に、ガブリエル・シャビエルが加入すると、初出場した第22節から5試合で3得点、7アシストを記録し、8月の月間 MVP に選ばれるなど、攻撃の軸となる。 7月30日の第25節から5連勝し、昇格争いに復帰するが、第30節から1分3敗と6位に転落した、間にビファーレン長崎に追い越され、第34節から4連勝するなど巻き返すが、一歩及ばず3位となり J1 昇格プレイオフに回ることになる。プレイオフ準決勝では、ジェフユナイテッド千葉に4の2で勝利。 決勝の相手はアビスパ福岡。リーグ最多85得点のグランパス、リーグ最小36失点のアビスパ福岡、いわば矛と盾のような決勝戦であった。試合は互いにゴールネットを揺らしたもののファウルや、オフサイドで認められず、0から0のままで試合が終了し、プレーオフ規定によりグランパスの昇格が決定した。前述の通りこの年のグランパスの総得点。 85は2位の徳島ボルティスの71に大きく差をつけてリーグトップであった。一方で総失点の65はこの年の J2 ワースと6位で J2 から J1 に昇格するクラブとしては史上最多失点で無失点試合は42試合中7試合に止まった。この年からルバンカップと名前を変えた J リーグカップには出場権なし。 天皇杯は4回戦で敗退した。なお、一般的に J2 に降格すると来場者数が1から3割減ると言われるが、この年のグランパスは J リーグ史上初めて逆に来場者数を2万人以上増やしている。低成績が続いた2013年前後は観客動員数も低迷しており、当時の感染者アンケートではクラブへの愛着度が最快であった。 それを受けて、ファンサービス関係部署を再編して、マーケティング部に統合され、様々な取り組みを行った成果が結実した形である。2018年 J1 復帰に際してジョーとランゲラックといった代表クラスの外国籍選手を獲得し話題をさらう。期限付き加入中のガブリエル・シャビエルの移籍期間が延長され、風間は基礎工事は終わったとして、さらに、 点を取るチームを目指していく。また、クラブオビーの山口素宏氏が、育成部門トップのアカデミーディレクターに就任した。開幕に連勝で、ースタートを切るが、第3節からは、勝利から遠ざかり、第4節から第11節までは8連敗を喫した。ロシアワールドカップによる、中断前最後の5月20日の第15節までで、 結局勝利は開幕の2つだけであった。6月6日に天皇杯初戦の2回戦で JFL の奈良クラブと対戦し PK 戦の末に敗退するが担当審判員による明らかな競技規則の適応ミスがあったとして PK 戦のみを6月28日にやり直すという異例の事態の末に勝利した。7月18日にリーグ戦が再開しても勢いは戻らず。 最終的に15試合未勝利で2勝3分12敗の再開で前半日程を終える。下季中断期間にグランパスは大型補強を行う。8月1日の第19節ベガルタ仙台戦で後半日程が始まると新戦力が機能して7連勝して11位まで浮上。しかしその後9試合を3勝1分6敗で終え。 J13 入プレイオフの対象である16位で最終節を迎える。同じく広格の可能性の残る湘南ベルマーレとの最終節に引き分け、12位から16位までが勝ち点41で並ぶ大接戦となり、得殊点差でジュビロ・岩田を上回り残留を決めた。この年24得点の上は得点王を獲得し、シャビエルの9アシストはリーグ4位になるなど、 J1 残留争いをしながらも、総得点52はリーグ4位であった。一方で59失点は再開のビファーレン長崎と並んで、再開で前年からの問題が改めて露見した。最終成績は15位。ルバインカップはグループリーグ4位で敗退。天皇杯は前述の2回戦の騒動の後、3回戦で敗退した。 2019年攻撃重視のスタイルの変化はなく、適材適所の補強を行うことで全体のレベルを高めたが、中でも共に新加入のダブルボランチは、新チームの肝として期待された。一方で、奈良崎、玉田、佐藤といったリーダーとなり得る選手の対談も多く、若手の対等が期待される船出となった。開幕3連勝で首位に立つ。 その後は勝ち負けを繰り返すが、ホームに限れば、第11節まで5連勝を達成しクラブ新記録を達成し、その間ホームでは無失点を続けた。第11節終了時点では主位に勝ち点差4の2であった。第12節で川崎フロンターレと引き分けると、8月10日の第22節で川崎フロンターレと再度対戦して、 勝利するまで10試合の間未勝利が続き、その間に順位は10位まで後退した。その後は、第23節の引き分けを挟んで3連敗して11位となり、9月23日に風間との契約を解除する。2年半の風間体制で、風間の目指す攻撃変調スタイルは確立しつつあった。課題とされた、守備面も攻撃がうまく回っていれば機能するもので、 今シーズン序盤は優勝候補とされるほどの評価を得ていた。対して理想的な展開ができない時の守備の脆さは否定できず、前年までも組織で攻める相手に数多くの失点を重ねていた。今シーズン序盤はシミッチとヨネモトの加入で好調な出出だしであったが、第13節以降は引いて守る相手に屈する展開が増えていった。 それでも従来のスタイルを貫こうとする、風間の姿勢は、結果を求める選手の意識と乖離していき、クラブ側が見かねて解雇したという見方もできた。風間の解任と同日、公認には、攻撃的戦術の風間とは、正反対の、堅守速攻で知られるマッシュもフィッカデンティの就任が、発表された。比較的戦術に自由が与えられていた、風間体制下と異なり、 フィッカデンティは、規律を与えチームを立て直そうとした。しかし、風間体制の戦術に慣れた選手たちが、研修速攻に馴染むには、時間がかかり、監督交代後の8試合を1勝3分4敗で、過労死て残留を決めた。最終順位は13位。ルバンカップは準々決勝進出、天皇杯は2回戦で敗退した。12月8日には、 アカデミーダイレクターを務める山口祖博氏が執行役員フットボール統括に就任、アカデミーダイレクター後を兼任することが発表される。2020年フィッカデンティが引き続き監督を務めた。途中から指揮した2019年2シーズンの8試合は残留のための仕事をしだたけとし、2020年シーズン開幕に向けて新たなチーム作りを進めていった。 フィッカデンティが用いるのは、前線からのハイプレスと、緻密なブロックで、相手の良さを消す守備と、スピードと突破力のあるアタッカーの能力を生かした、縦に速いショートカウンターを軸とした、堅実な戦術で、理想として、リバプール FC を例に挙げた。サイドで、勝負できる選手が多い特徴からフォーメーションは4から、2から3から1が採用され、肝となるボランチには、 米本拓司稲垣幸の守備特化のコンビが多く用いられ、高い運動量で、高守両面に貢献した。2月22日の開幕戦でベガルタ仙台に引き分けると、その後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、リーグ戦は、長期中断となる。グランパスの選手及び関係者では、6月2日に、金崎夢星、6月6日に、 ランゲラック、7月24日に、宮原和也、7月25日に、渡辺修斗とチームスタッフ1名、7月27日に、選手量の調理スタッフ1名の陽性判定が発表された。7月に、リーグ戦は再開されるが、この中断によりリーグ戦や、ルバンカップの日程は大幅に再編され異常な過密日程となり、 天皇杯が出場チームを含めたレギュレーションが大幅に変更された。中断期間中の6月21日には契約不履行を理由にジョーとの契約を解除する。ジョーは怪我の治療を理由に1月のキャンプに参加しておらず、中断期間に入るとブラジルに帰国していた。6月17日にフルスモコリンチャンスがジョーの復帰を発表するが、 グランパスはそもそもチームを離れることを許可していなかったとして前述の通り契約を解除。ジョーはこの契約解除は不当として対立し、フィファの紛争解決室に判断は委ねられた。フィファは11月29日にジョー及びコリンチャンスがグランパス側へ賠償金を支払うことを命じる制定を下した。7月4日にリーグ戦が再開すると第二節で 清水エスパルスに勝利して、通算400勝を達成し、引き分けを挟んで、第4節から第6節を3連勝するなど良好な、再スタートを切る。8月19日の、第12節では、無敗で10連勝継続中の川崎フロンターレに、1から0で勝利するなど、剣士を武器に第4節以降は常に6位以上を、キープし、最終成績は3位。 リーグ戦3位の結果により9年ぶりの ACL 出場を決める。この時点ではプレイオフからの出場の予定であったがリーグ戦優勝の川崎フロンターレが天皇杯でも優勝したため繰り上がってグランパスのグループステージからの出場が確定した。このシーズンの総失点はリーグ最小の28でこれは34試合制となった2005年以降で4番目に 少ない成績であったを参照。ゴールキーパーとセンターバックのランゲラック、丸山、中谷に3人は全試合フル出場で、稲垣とマテウスもほぼフル出場するなど、レギュラー陣はほぼ固定されており、起用された延べ人数488は、リーグ最小と、選手交代も少なかった。守備の中心的な選手がシーズンを通して出続けた、ことが、 剣手の要因として挙げられ、シュートストップが得意なランゲラックにいかに簡単な、シュートを止めさせるかという守備のテーマが出来上がっていた。マテウスをはじめとする前線の選手も、献身的に守備に参加していたが、一方で総得点45はリーグ12位で、攻撃面に課題を残した。ルバンカップは準々決勝進出、天皇杯は、 新型コロナウイルス感染症によるレギュレーション変更によりリーグ戦3位のグランパスは不出場であった。2021年 ACL 出場による選手の負担増加を見据え大型補強を観光、各ポジションを複数のレギュラークラス選手で争う陣容となった。ボールをより高い位置で奪うイメージの共有やカウンターの精度やアイデアの向上、柿谷、斉藤といった 元日本代表アタッカーの加入で改善が期待された。なお、この年からパロマ、水穂スタジアムは2026年アジア競技大会を見据えた全面改築工事が実施され、当面の間のグランパス主催試合はすべてトヨタスタジアムで行われることになる。1月28日、3年ぶりに復活したゼネラルマネージャー職に山口祖弘氏が就任し、 強化担当に新たに、黒部光脇が就任することが発表される。2月28日のアビスパ福岡との開幕戦では、オーンゴールによる失点もありながら2から1で勝利。3月6日の第2節で、北海道コンサドーレ札幌に1の0で勝利すると、4月18日に、第10節でサガンポスに1から2で敗れるまで、無失点、無敗が続き、 開幕6連勝のクラブ記録を更新するとともに無失点に関する複数のリーグ記録を更新したを参照。4月29日と5月4日は ACL の日程変更により川崎フロンターレとの連戦となった。同一カードの連戦は前年に続いて2度目1位2位の対戦に限ると史上初で攻撃力の川崎フロンターレと守備力のグランパスの 主位決戦は、矛盾対決として注目されたが、新型コロナウイルス感染症への感染により、フィッカデンティが2試合とも欠場を余儀なくされる。試合の指揮は、ブルーのンカが取るが、消極的な立ち上がりとなったホームの1試合目は、開始3分に先制点を許すと、前半だけで3失点を喫して、最終的に0から4で、惨敗。 守備を修正して挑んだアウェーの2試合目は、後半序盤までに3失点を喫するも反撃に、テンズルが一歩及ばず2から3での赤敗となった。フィッカデンティの復帰は5月15日の第14節で、監督不在の4試合は1勝3敗と停滞した。復帰戦の第14節は、清水エスパルスに3の0で勝利するが、首相で、 守備の要であった丸山祐一が後半8分に負傷交代し精密検査の結果全治6から8ヶ月の診断を受けるその後は ACL の日程により過密となった試合日程の影響もありリーグ戦は6試合にわたって未勝利が続き7月17日の第20節での今季初の逆転負けを皮切りに8月12日の 第18節までの3試合でフィッカデンティ大制下で初の3連敗を喫するなど一時暫定6位まで後退する。その間は6試合で1得点8失点の内容であった。得点力不足解消と守備再建が急がれ、夏の移籍期間にはシュビルツクとキムミンテを獲得する。シュビルツクは 新型コロナウイルス感染症に伴う隔離措置を経て8月12日、キムミンテは8月13日にチームに合流。両選手とも合流後すぐ試合に出場し、8月15日の第24節から8月22日の第26節までを3試合連続、無失点勝利とチームの復調に貢献。第26節の無失点で前年記録した。 リーグ記録イの無失点試合数、17に26試合目で並び、さらに9月10日の第28節で54試合制の1995年に、横浜マリノスが記録した18試合にも並んだ。ACL は、決勝トーナメントに進出するが、準々決勝で、ホコ行スティーラースに敗退。天皇杯は10月27日の準々決勝で、 セレッソ大阪に敗退するが、3日後の10月30日に行われた、ルバンカップ決勝では、同じセレッソ大阪に勝利して初優勝。稲垣幸が、大会特典王と、大会 MVP を獲得した。なお、このルバンカップ優勝で9クラブ目の3、大タイトル制覇となったが、最初の天皇杯制覇から26年が経過しており、 三大タイトル制覇に20年以上を要したのは旧、クラブの中で、グランパスだけである。基本的には2005年の34試合制以降後に、限る。カシマアントラーズの本拠地である、カシマスタジアムでは、1993年の、リーグ開幕戦で、ジーコのハットトリックを含む後失点完封負けを起死し,し、その後は2008年まで、リーグ戦だけで15試合。 カップ戦を含めると20試合で1勝も上げることができなかった。1997年にはクラブ最多7失点も歌手まで記録しており、2019年までは無失点の試合が一度もなかった。2020年の第25節でようやく無失点で試合を終えるが、2020年までの歌手までのリーグ戦の対戦成績は5勝1分21敗と大きく、 負け越している。グランパスは2010年に J リーグ創設18年目にしてリーグ戦で初優勝した。優勝が決定したのは11月20日の第31節で1シーズン34試合制にこうした2005年以後では最終節を待たずに優勝が決定したのは初めてであった。最終成績の23勝2位との勝ち点差10は いずれも当時のリーグ記録で、勝ち点72もリーグ記録体であった。この年のグランパスは、勝ち点差では大差をつけて優勝したが、内訳を見ると、総得点54、総失点37はいずれも、上位チームには劣っていた。それでも優勝できた要因として、勝負強さが挙げられ、それを示すように、点差での勝利は23勝のうち16試合も、あった。 シーズン通算のグランパスのシュート数426本に対して、非シュート数は483本で、グランパスの方がシュート数が多かったのはわずか11試合であった。先制点を奪った24試合は21勝2分いっぱいであり、先制点を取って守りきるという展開が多かったことを物語っている。こうした勝負強さに重要だったのが、 トゥーリオの存在感で数値に見える攻守の貢献のみならず、チーム全体で価値に関わる精神的な影響を与えたと考えられた。なお、このシーズンは連敗が一度もなく、また敗戦の次の試合は必ず勝っていた。2020年の無失点試合、17試合は2008年の大分トリニータと並ぶリーグ記録体であった。守備の中心を担った。 ランゲラック、丸山祐一、中谷慎之助は全試合でフル出場を続け、個人としての無失点試合も歴代最多となった。総失点、28点はこのシーズンのリーグ最少。2位に、勝ち点差18で圧勝した、川崎フロンターレの31点を上回っており、総得点数がほぼ同じ2位ガンバ大阪の42点、4位、セレッソ大阪の 37点と比較すると守備の硬さは歴然であった。総失点28点は34試合制となった2005年以降に、限ると大分トリニータの24点、ベガルタ仙台とセレッソ大阪の25点、川崎フロンターレの27点に次いで浦和レッズと並ぶ歴代5位の記録である。2021年は開幕戦で、 オーンゴールによる失点があったが、その後は第10節で敗れるまで無失点が続いた。第2節から第19節までの連続無失点9試合は2014年に浦和レッズが記録した7試合のリーグ記録を更新し、グランパスとしては2009年の4試合を大幅に更新する成績であった。また、第1節の失点から第10節の失点までの 無失点継続時間823分は2006年に横浜 FC が記録した770分の J リーグ記録1993年に清水エスパルスが記録した731分の J1 記録を共に塗り替えた。無敗は前年の第27節から継続しており今シーズン第19節までの連続無敗16試合。 はクラブ記録と並んでいる。また、開幕連勝、6試合も1996年と2007年の4試合を更新するクラブ記録で2003年のリーグ戦の延長戦、廃止以後に限るとリーグ記録にも並んでいる。ホームスタジアムはトヨタスタジアム及びパロマ、水穂スタジアムである。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは投項目を参照のこと。 当初はホームタウンが名古屋市のみのためパロマ・ミズホスタジアムのみの登録だったが2012年に豊田市がホームタウンに加わったのを機にそれまで純本拠扱いだったトヨタスタジアムを本拠に追加週末開催のリーグ戦はほぼ半数ずつを開催カップ戦など平日開催の多くはパロマ・ミズホスタジアムで行うただし2017年は J2 に降格し、リーグカップ出場ができなかったため、パロマ、ミズホスタジアムの試合が、その分、多かった。なおグランパスは、名古屋市と共同で、2019年11月に、現、パロマ、ミズホスタジアムの全面改築工事を2021年から、実施するのに伴い、2020年の J1 リーグ終了をもって、一旦、パロマ、 水保スタジアムでの開催を中断することを発表している。練習場は愛知県豊田市の豊田スポーツセンター第1グラウンドである。2010年12月にスペインのリーガーエスパニョーラ所属のレアルソシエダと選手育成に関する協力協定を締結しており、若手選手がレアルソシエダの練習に参加している。U-18U-15U-12 かつては、明治入業も、トレーニングウェアムネスポンサーであった。マスコットキャラクターは、チーム名の、グランパスにちなみシャチをモチーフにしている。グランパスファミリーとして、グランパスくんをはじめ、グランパコちゃん、グランパスくん、ジュニア、グララがいる。名古屋グランパス8の決算は、次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。 2007, 2008, 2009, 2010, 出店、各年度の J クラブ決算一覧。2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 出店、各年度の J クラブ決算一覧。2016出店、各年度の J クラブ決算一覧。二千五二千六二千七二千八二千九二千十二千十一 2012、2013、2014、2015、2016。ありがとうございます。